はい、和正です。今回は久しぶりに、外の、動画となります。今回は1年前に、お宅のね、訪問させていただきました柴メダカさん、こちらの動画ですね、こちらの柴メダカさんが、初めてね道の駅にメダカとエビ、シュリンプですねを置くということでね、ぜひね動画を撮りたいということで、今回ね道の駅の方に行くことになりました。で、誘われたのはね、翌週の、メダカすくいをね、やる日があるのでその時にって思ったんですけど、今回はね、一足早く、お伺いすることになりました。訪問動画とか、約ね1年ぐらい、いや半年か、半年前に一度やりましたけど、なかなかね、行けてないので、ちょっとね久しぶりに、ワクワクしました。こういった動画もね、少しずつ、アップというかね、撮らせていただければと、思います。ではね、早速道の駅の方に行きたいと思います。あんずの里市、福岡県は福津市に、あります、こちらでね、柴メダカさんがメダカと、エビの方をね、出すと、いうことで、お伺いしました。それではね早速、中の方を見ていきたいと思います。入り口入って、右側の方にね行くと、置いてありました。早速なんですけどめっちゃ綺麗なのが、一発目から、出てきましたね。いや非常にねこれ綺麗ですよね。ちょっとこのね時は品種名がわからないんで、いやどこに書いてるんだと思ったんですけど、蓋の方にね、書いてますので、購入する時は、蓋をね、品種のお名前をね、確認していただけるといいかなと思います。ちなみにこの子は最初に出たのが緑光の鋼、そして陽気比光、スワローですね。2番目に出てきた子が、スワローといった感じとなっております。にしてもめっちゃこれ綺麗ですよね。いやこれは貝ですね。そして次がね、琥珀ラメのヒレナガとなっております。柴メダカさんも、いや琥珀ラメのヒレナガめっちゃ綺麗なのが出ましたみたいな感じでね言ってましたね。この子は、確かねハガクレメダカさんの、琥珀ラメということで、もう横見でこのラメのびっしり感が分かりますね。いやこれは非常に綺麗ですね。そして次がエメラルドフィンのマリアージュですね。見ていきたいと思います。まあエメキンなんて言われてますけど、こちらは、キッシングワイドじゃない、エメラルドフィンとマリアージュロングフィンを掛け合わせたかなと思います。いや綺麗ですよね。オレンジの頭が特徴的な、品種となっております。そしてこちらがブロンズリアルロングフィンですね。ピントが、なかなか合わないですけど、わ綺麗ですね。こちらでこちらが、リアルロングフィンとなっております。手前の子とか色具合がね、綺麗ですね。そして奥の子ヒレビロンビロンですね。いやこれもね、非常に綺麗ですね。そして次は、夜桜となっております。夜桜はこれだけ入って、結構ね安いんですよ。しかも、
いやこれだけ入って安いんでちょっとねびっくりですね。ラーメンもね、しっかり入って頭もね、ゴールドタイプなのかな、でもゴールドじゃない子もいるのがやはりね、夜桜のいいところ。全体的にやっぱねラーメンが綺麗ですよね。そして次が、夜桜の、ゴールドとなっております。こちらも3ペアぐらい入ってるのかな、入っててかなりね、お安い、価格となっております。いやラメがねしっかり入ってて綺麗ですね。そして次がシャンパンゴールドですね。シャンパンゴールド、あこれもねやっぱりラメがびっしり入ってますね。こちらは2ペアプラス1匹、これもまた安い。まあ、これだけね、ラーメンも入ってますし、まあ、掛け合わせの、素材としてもね非常に面白いんじゃないかなと思います。そして次がつくよみとなっております。つくよみは初めて見た品種ですけどこれ綺麗ですね。芝メダカさんはラーメンをあまり持ってないって言ってたんですけど、いや結構ね持ってるなと思いました。そしてここからが、エビコーナーとなっております。ルリーダークブルーシュリンプとなっております。あこれすごいですね。ほんとダークブルーで宝石みたいにめちゃめちゃこれ綺麗ですね。こちらもルリーダークブルーシュリンプとなっております。すごいこれ綺麗ですね。そしてこちらがレッドチリシュリンプ、こちらが赤いタイプですね。そしてその横にはねミックスメダカがいますね。初めてされる方とかねやっぱミックスが好きな方っていうのは非常に多いのでね、いいんじゃないかなと思います。そしてこちらにはミジンコも置いてますね。いっぱいいる。ミジンコって結構ね販売してないので、まあ、こうやってね道の駅にあるのってすごいね、助かりますよね。大きさ的には大ミジンコなのかな。そして、メダカをねまだ始めてない方、これから始める方とかね、こうやってね、飼育方法をね、書いてくれてております。すごい、詳しい内容もね書いてますので、不安な方はねぜひこの1枚で飼育を始めてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね今回は、芝メダカさんが初めてね、道の駅に、メダカと、シュリンプをね出品するということで、撮影をさせていただきました。そして、先ほどもね、告知をさせていただいたんですけど8月7日、日曜日ですね、芝メダカさんが、メダカすくいを、されます。芝メダカさんがメダカすくいをするんじゃなくて、メダカすくいを出されますのでぜひね、お子様連れとかね、お近くの方、行ってみてはいかがでしょうか。まああとね、置いてるメダカたちがね非常に、綺麗な子ばっかしなので、まあ、ぜひね近くの方一度ね、足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回は道の駅の、メダカの撮影をしました。それではご視聴ありがとうございました。